ありがとうございました。続きまして統一委員会お願いいたします。よし、結集された全ての戦う仲間の皆さん、統一委員会対塚検討団の私の方より発言を行っていきます。よし、昨年12月20日高瀬により下された反動判決を徹底的に断念しなくてはならない。そうだ。高瀬は空港会社がかつて本宅会議で出された住屋提言、二度と強制、あらゆる手段において強制的な手段が取られてはならない、こうしたことを空港会社は受け入れた。あるいは小泉文さんに対して行われた強制執行を何度も謝罪し、二度とこうしたことを行わないと確約した。このことをないものにし、そればかりかこの反動判決は首藤さんに対して残虐な小泉米さんに行った強制大執行を再び行うということを道を開いたことである。絶対に許すわけにはいかない。私たちは反対同盟弁護団を先頭に請求異議裁判において、どちらに正義があるのかということをはっきりと示してきたと思います。それでこの反動判決、私たちは絶対に許さない。決戦段階に入りました。いかなる攻撃があろうとも、いかなる弾圧があろうとも打ち破り、体を張って農地を守り抜き、勝利を勝ち取るために全力で戦い抜きます。よし、首藤さんはいかなることがあってもこの地で生きていくと決意を固めています。よし、父親の統一さんから農地を引き継ぎ守り抜き、産直を営み、しっかりと生きてきました。巨大軍事空港建設との戦い、まさに正義の戦いです。真実がねじ曲げられ、正義が通らない社会があってはならない。そうだ。私たちはこうした社会を変えていく首藤さんの決意に応え、共に戦い抜いていく決意です。よし、そのことは今安倍政権が行っている沖縄に対する攻撃、あるいは反原発の戦いに立ち上がる人たちに対して行っていることと同じであります。あるいは労働者に対して権利を剥奪し、資本主義が延命していく、そうしたことと同じであります。そうだ。こうした安倍政権の戦争攻撃を打ち破っていくしか本当の勝利はないと確信しています。よし、今危険極まりない空港が運用されている、そればかりか第三滑走路計画を打ち出し、機能強化策を強化しようとしています。こうしたことに対して地元住民の人たちは戦いに立ち上がっています。私たちはこうした人たちとのつながりを今後も強化し、あるいは全国で戦う反戦反基地を戦う人たちと結合を強め、共にこの三陸闘争勝利、
日程安倍政権打倒していく巨大なうねりを本年作り上げていきたいと考えています。共に戦いましょう。よし、続いて放棄をお願いします。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。まず最初に、昨年から今年にかけて山野で越年越冬闘争が戦われました。よし、みんなで料理を作り、みんなで食べる共同炊事を核としながらの越冬闘争に、反対同盟からも今年もまたたくさんの野菜が参加されました。素晴らしい。じゃがいもや里芋や白菜や大根が労働者のお腹に収まり、寒い冬を共に越えようという戦いを支えました。どうもありがとうございます。そしていくつもの発言で言われているように、今年は市総さんの農地を守る本当の正念場を迎える公祭というところに場所を移しながらも、やはり現地の実力の攻防を構えなければならない、そういう年だと思います。市総さんの農地を守るこのことをまた一つ大きな課題として戦い抜いていきたいと思います。しかし一方で、この場所にいるからこそ見てほしいんですが、まず見えるのは機動隊の宿舎です。でその手前には全国集会をやる萩原さんの畑があります。開拓道路の入り口には島村さんの畑があります。その道を渡った先に問題となっている市総さんの畑があります。あの畑を今暴力的に取ることに何の意味があるんでしょうか。だったら先に機動隊の宿舎どかせよとみんな思うと思うんです。ね、だから本当に見せしめのための弾圧です。市総さんの生活を壊すための過酷執行と裁判で言われた、本当にその通りなんです。だからそんなことはさせない、第三滑走路に対する住民をビビらせよう、そんなことを許さない、強い気持ちで戦いましょう。フランスでは黄色いベストを着て多くの人が立ち上がり、全世界にまたそれが飛び火してます。人々の怒りは力ずくで抑え込んだり踏みにじったりできるものではない。沖縄でも三陸下でも福島でも諦めない、戦おう、そのことを再びスローガンとして、革新として今年を頑張りましょう。よろしくお願いします。